ギュータースローは、ドイツ連邦共和国ノルトラインウェストファーレン州、デトモルト行政管区のギュータースロー軍に属す、中規模都市で、同軍の軍庁所在地である。人口は、約9万6千人で、大きな軍所属市に位置づけられる。約20キロメートル離れたビーレフェルト及び、ヘリフォルト地区と共に、ドイツの人口集中地域の一つである。ギュータースローは、 トイトブルクの森の南西、ベストファーレン・ボンチ北東端のエムスザント・エーベネに一致している。デアハンテブック・デア・ネイチャー・ローム・リカング・リデールン、ドイッチ・ロンツによれば、ギュータースロー・スナジの自然地区上の基本構成は、エムスザント・エーベネ内のミュンスター・トーブ・スナジに含まれる。地域には突起すべき隆起は見られない。最低地点は、ギュータースロー空港近くのエムス川沿いの低地で、 海抜64メートル、最高地点は、フリードリヒスドルフ市区の東にある海抜105メートルの地点である。レーダビーデンブリュックとの市境には、レーダの森が、主に信葉樹からなる、大きな森林地区を形成している。さらに多くの部分が、公園風の様相である。ダルケ川が市内を、東から西に向かって流れている。市立公園や内市街を横切り、 地境から遠くない地点でエムス川に合流する。この合流以前、パーベンシュテット宿のノイエミューレ付近でバーペルバッハ川がダルケ川に流れ込む。中核宿の北に位置するイッセルホルスト地区オルッター川が流れ、ハルゼ・ヴィンケル付近でやはりエムス川に合流する。ギュータースローの地熱分布図市内は酸性で栄養分に乏しいポドゾルの土壌が主である。 この土壌は第4期に氷期の溶け出した水と水流の沈殿物で形成された堆積物によって形成された。ところどころセンサの堆積物が多いポドゾルイコールレゴ土壌を成している。こうした土壌は例えばレーダーの森などで見ることができる。地域は総じて痩せた砂地の土壌である。牛タースローの地域は地熱ゾンデによる地熱源や ヒートポンプによる地熱採取については中程度から良好。北東部では極めて良好な状態にある。牛ータースロー市の面積は111.99平方キロメートルである。南北の最大幅は約13.5キロメートル。東西のそれは約15キロメートルである。土地利用は牧草地よび草地、耕作地、住宅地がそれぞれ約1。 三ずつを占める。残りの8%はおおむね森林である。1975年から2005年までに約8平方キロメートルが開拓され、主に農業用地として利用されている。行政上のギュータースロー市区のほかに、1969年までは独立した町村だったアーベンベテ、エッペスロー、フリードリヒスドルフ、ホレン、イッセルホールスト、 ニーホルスト、シュペクサルトの7町村が、ノルトベストファーレン州の市町村再編に伴って合併し、ギュータースロー市を形成している。さらに、1910年に合併し、ギュータースロー市区に含まれている5つの旧農村、ブランケンハーゲン、カッテンストロート、ノルトホルーン、パーベンシテット、ズンデルーンも、例えば射撃協会、強度協会、市民団などを、 ギュータースロー住民の意識の中に現存している。空港の敷地の一部は特別で、住民意識はこれを、隣のパーベンシュテットに属していると考えている。しかし、市はこれらを、地元の故障上の宿とみなしている。ギュータースローは七市町村と境を接している。北は、シュタインハーゲン、北東は、ビーレフェルト、東は、フェルル、南東は、リートベルク、南西は、 レーダービーデンブルック、西はヘルゼブロッククラールホルズ、北西はハルゼビンケルである。軍独立市のビーレフェルトを除き、いずれの市町村もギュータースロー軍に属している。ギュータースローは、温和な中央ヨーロッパ気候に属している。この町は、アダイ西洋製の海洋製気候地域に位置している。冬は、大西洋の影響で、おおむね温和であり、夏は、かなり暑い。 1961年から1990年までのギュータースローにおける年間平均気温の長期平均値は摂氏9.2度であった。これはドイツ全体の平均値に比べ暖かい。最も温暖な月は7月で、その平均気温は摂氏17.2度であった。一方、最も寒冷な月は1月で、平均気温は摂氏1.3度であった。 アダイ西洋製海洋機構であることから年間を通して湿潤で比較的平均した降水がある。空港の速攻所における年間降水量の長期平均値は762ミ、mm、リメートルであった。より市内に近い浄水場では734ミ、mm、リメートルであった。これはドイツ全土の平均値よりも多い降水量であった。ただし、 年間1200ミ、mm、リメートルの降水を記録する場所も、あるトイトブルクの森の南西斜面に比べれば、かなり降水量は少ない。パーベンシュテッドの大敗、ギュータースローに人が定住していた、最も古い証拠の一つが、紀元前17世紀とされるパーベンシュテッターリーベンウェヒャーである。この黄色く、目の荒い、脆い粘土で作られた坂は、高さ40センチメートルで、 約12リットルの容量がある。この大敗は1951年にパーベンシテッドのダルケ川とバーペル川の合流地点付近で発掘され、現在はヘルネの LWL 考古学博物館に収蔵されている。ギュータースロー集落は1184年にオスナブリュック司教の文書に初めて記録されている。現在本市に含まれる集落、地区の一部はこれよりも、 かなり早く文献に記録されている、1050年に、イッセルホールスト、1088年に、シュペクサルト、パーベンシュテット、ノルトホルン、1151年にエッペスローである。現在のギュータースローの地域は16世紀には5つの、両方に分割されていた、ギュータースロー村が属したレーダ料のほか、オスナブリュック市境領、リートベルカ薄領、ラーフェンスベルク薄領、 ミュンスター司教領である。テックルンブルクシュベリン博コンダートハイカのレーダ家とオスナブリュック司教は、1524年から、レーダ領の教会と領主権をめぐって、しばしば紛争を繰り返した。ビーデンブリュック家が治めるオスナブリュック司教領、アムトレッケンベルクは、司教領本体とつながっていない飛び地であったため、軍事的に脆弱であり、 白の領土要求にほとんど抵抗することができなかった。このため、レーダ家はギュータースローの教会に対して大きな影響力を持つに至った。1557年の白の死後、1565年のビールフェルト協議及び1565年6月9日のビーデンブリュック協定により争いは調停され、教会が新たに確定した。ノーソン・ブランケン パーベンシュテット、ノルトホルンは、レーダー計量となり、アーベンベッテ、カッテンストローとシュペクサルトは、オスナブリュック市協領に泊まった。7年戦争では、1757年に、フランスのデステ公爵が、ギュータースローを近郊に宿営した。1758年7月1日、プロイセンのナルチンスキ期下の軽機兵5個中隊と、フランスの軽機兵2個連隊が、 ギュータースロー近郊で戦闘を行った。1803年、帝国代表者会議主要決議に基づき、オスナブリュック主教領、すなわちアーベンベッテ、カッテンストローとシュペクサルトが、ハノーファー選定公領となった。ナポレオンがプロイセンに勝利した後、現在の地域の一部が1807年以降ベストファーレン、王国フルダ県、パーダーボルンチクビーデンブリュックを合理に属した。 レーダ領は1808年にベルク大公国に属した。1815年、キュアムトレッケンベルクもレーダ領も、従って、ギュータースロー自体も、最終的に、プロイセン領となった。1825年11月14日、プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム3世は政令により、ギュータースローに、都市権を授けた。政治組織は1842年の都市法。 受け入れによって成立した。それまでこの町と一体化した町村を形成していた、ブランケンハーゲン、ノルトホルン、パーベンシュテット、ズンデルンは新たな町村、ギュータースローラントとして分離された。1844年1月12日、ギュータースローは、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム4世から死の紋章を与えられた。 ケルンミンデン鉄道本線開業当時のギュータースロー駅、ギュータースローは1847年にケルンミンデン鉄道会社の幹線沿いに位置することとなり、駅が開業した。19世紀半ばに工業化が始まると、鉄道沿いにある交通の便が良い立地のために、重要な企業が拠点を構え、町は大いに発展した。貨物、旅客交通量の増加は、 道路網の拡充を促進した。1877年から1879年にかけてまず、マリエンフェルトへの街道が作られた。1879年から1882年に、ブロックハーゲン、1881年から1883年まで、フェルル及び、ノイエンキルフィエンへの街道が作られ、1902年から1903年に、 フリードリヒスドルフと接続した。1899年に、ギュータースロー氏が、資本参加した、トイトブルガー・バルト鉄道会社が開通し、1900年から1903年に、四川一辺ビューレン・レンゲリヒ・ギュータースロー、ヘーフェルホーフ線が建設された。1907年に、ミールは本社を、ヘルツェブロックから、ギュータースローに移した。1851年、 福音主義修道会議ムナジウムが開校した。1861年福音主義のマルティン・ロター教会がクリスティアン・ハイデンの設計に基づき完成した。1862年にガス製造会社、1864年に市庁舎、1868年にブルワリー、1895年にミカドリツ郵便局が開業した。 1890年10月15日、パーダーボルンの補佐司教、アウグスティヌス・ゴッケルが、カトリックの聖パンクラティウス教会を聖別した。1871年には、ヨハネス・クーロがギュータースロー・ギムナジウム・ポザウネンコールを設立した。1938年11月の迫害運動が、ギュータースローのユダヤ系住民に対する迫害の頂点であった。三県の住居と、 シナゴーグが消失し、2軒の家屋が破壊された。1941年から、ユダヤ系住民は強制収容所に送致され、27名が死亡した。1932年、この町には67人のユダヤ教信者がいたが、1943年には一人もいなくなっていた。1945年以降、ギュータースローに、ユダヤ人コミュニティは存在しない。 牛ータースロー州立精神病院では、1940年から1943年までに、ナチスの安楽死、プログラム T4 作戦及びブラント作戦により1017人の患者がハーダマルなどの処刑場に送られた。このうち生き延びたのは220人だけであった。1939年から1945年までの間に、この町で商売し、 初体を構えた3800人の外国人に強制労働が課され、このうち156人が死亡した。ドイツ国防軍は1935年から1945年までの間にこの町に2つの施設を建設した。ギュータースロー空港と通信兵舎である。NSTP はギュータースローに14カ所の施設を建設した。 第二次世界大戦において牛ータースローは1940年から連合国軍の空爆目標となっていた。何百人もの人が亡くなり、建物の約25%が破壊された。1945年4月1日、アメリカ合衆国軍がこの町を占領した。1945年8月に首都空港は、イギリス軍のライン軍団に引き渡され、兵舎が設けられた。 1973年1月1日の新たに設けられたビーレフェルト地域の市町村及び軍の新設に関する法律の発行によりギュータースロー氏は軍庁所在の地位を得た。ギュータースロー市立博物館はインフラストラクチャの発展の観点から約800年の歴史を一望にできる。この博物館は1986年に工業史・医療史部門がオープンし、 1997年に都市関連部門が拡充された。1868年、ギュータースローラントの無人の小さな部分がギュータースロー市に合併した。1910年4月1日、ギュータースローラント全域が本市に合併した。同時にカッテンストローとシュペクサルトのカッテンストローと地区がギュータースロー市に合併したため、この町はシュペクサルトと改名された。 1939年4月1日と1943年12月1日には、マリエンフェルトの無人の小部分とヘルツェブロックの同じく無人の小部分がギュータースロー氏に合併した。ノルトベストファーレン州の地域再編に伴い、1969年12月4日に制定されたビーデンブリュック軍及びビーレフェルト軍の一部の新設に関する法律に,により、 1970年1月1日に、アーベンベッテ、フリードリヒスドルフ、シュペクサルトの3町村が、アムト・アーベンベッテから、エッペスロー、ホレン、イッセル・ホルスト、ニー・ホルストの4町村が、アムト・ブラック・ベーデから、さらにヘルツェブロック、ノルト・エムス、ウムメルン、バーレンゼル、フェルルのそれぞれ小部分が、ギュータースロー氏に編入された。アムト・アーベンベッテは廃止され、 ギュータースロー氏がその権利継承者となった。1973年1月1日にはビーレフェルト法で約370人の住民が住む前ンネアイ地区の一部が編入され、わずかながら種が拡大した。都市名のギュータースローはローとグターからなっており、グンターという名前の人物が所有する開墾地を意味している。ギュータースローは ラーフェンスベルクのプロテスタント信仰復興運動の影響下にある地域に位置しており、このため長きにわたってプロテスタント経験主義が主流を占めていた。宣教師、ペーター・ハインリヒ・ブリンカー、神学者、ハンス・シェットラー、ギュータースローで活動した経験主義の指導者、ヨハン・ハインリヒ・ホルケニング、1871年に、 ギムナジアルポザウネンコールギュータースローを設立したラッパの指導者ヨハネスクーロがギュータースローから誕生している。19世紀半ばにはギュータースローは周辺地域から信仰心の厚さの輝かしいお手本とみなされており、このためナザレと呼ばれるほどであった。1851年の福音主義、修道会ギムナジウムの創設と1835年から賛美歌や 新学書を刊行しているシーベルテルスマン出版の出版活動はこの街の聖望を高めた。ギュータースローのカトリック信者の比率は1910年に旧農村部を合併するまでは10から15%の間であった。1950年になってもギュータースローのカトリック信者は1、3程度であった。現在ではプロテスタントとカトリックの比率は ほぼ同じになっている。2000年現在、人口95,434人のうち、34,419人が、福音主義、34,291人が、カトリックで、26,773人が、その他の宗教の信者が無宗教であった。ギュータースローは、ドイツに住むアラム人やアッシリア人の拠点の一つであり、 比較的多くのシリア正教徒がこの町に住んでいる。このためこの町には、セールカ教会、セイマリア教会、セステファヌス教会の3つのシリア正教会が存在している。セリミエモスクは、市内の3つのイスラム教団センターの1つである。1949年から、福音主義イコール自由教会教団連合のバプテスト教会が存在しており、 2015年現在210人の信者が所属している。アーベン・ベッテの兄弟団もビフグに加わっている。ユダヤ教会は1820年から1900年まで常に100人弱の信者がいた。その人口比率は1820年の4.3%から1900年の1.2%の間であった。1900年からユダヤ教会の信者は減少し続けた。 国家社会主義者が権力を掌握した1933年、この町には62人のユダヤ人が住んでいた。1939年の第二次世界、大戦勃発時にもまだ35人がいたが、1943年には一人もいなくなった。戦後、ギュータースローにユダヤ教会は創設されていない。かつてのユダヤ人コミュニティを忍ばせる。 市内の数少ない場所の一つに新ユダヤ人墓地がある。牛ータースローは中世には数十人が住む小さな村に過ぎなかった。近世諸島でもこの集落の人口は数百人程度であった。19世紀の工業化の開始とともに本市の人口は著しく増加した。1830年に2844人だった人口は1939年には すでに約3万3000人にまで増加した。その後も人口は増え続けた。州のデータ管理、統計局の研究報告によれば、2011年12月31日、現在のギュータースロー市の人口は9万7127人に、達したはこの統計値に含まれていない。以下の表は各時点の地域内の人口を示している。数値は、 1818 18年以前は推測値、その後1970年までと1987年は人口調査結果、1965年と1975年は州のデータ管理、統計局による公式の研究結果である。1975年から1985年までは推定値、1990年の値は1987年の 人口調査結果に基づく推計値である。人口97,699人のギュータースローはビーレフェルト、パーダーボルンに次ぐデトモルト行政管区で3番に大きな都市である。ドイツ全土で比較すると、この町は84番目の町であり、ノルトベストファーレン州では30番目である。二千十五年末の大量難民以前、二千十四年十二月十一日、 現在の外国人移民比率は11.9%でドイツ全体の平均値よりも高い。最も高いのは中核地区とブランケンハーゲン地区で最も低いのはフリードリヒスドルフ地区とイッセルホールスト地区である。ギュータースロー市長者、ギュータースロー市の市議会は52人の議員で構成されている。ギュータースローは衆議会選挙ではギュータースロー2区に属す。 連邦議会選挙ではギュータースロークに属す。現在の市長はヘニングシュルツである。彼は2015年9月27日の選挙にセディから出馬し61.9%の票を獲得して市長に選出された。この選挙の投票率は31.8%であった。歴代市長で最も在任期間が長かったのはエーミール・マンゲルスドルフで、 1874年から1908年までの35年間に渡り、ギュータースロー市長を務めた。1825年から都市圏を有したギュータースローに対して、プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム4世は、現在も用いられている文章を1844年に授けた。ズ柄、ガラ、16回入れ替わる黒と銀の縁取りがなされた、緑地の盾。 三本の銀の斜め破体と六本スポークの赤い輪が描かれている。牛ータースロー氏のロゴ解説、波体はエムス川、ダルケ川、ルッター川が流れる水の豊かな地域にこの町が位置することを象徴している。輪はかつてこの町に存在していた宝石会社を意味する宝石機の弾み車であり、産業活動とその発展を象徴している。ると、 白は、プロイセンの色である。これは、ドイツ騎士団の修道騎士が身につける黒い十字が、刺繍された白いマントに由来する。ギュータースロー氏のロゴには、死の紋章の中心的な衣装である宝石器の、弾み車を様式化して描かれている。伝統的な死の色である緑と白に、青が加えられている。ファールント、ギュータースローとの姉妹都市協定文書、ギュータースロー氏は、 以下の5都市と姉妹都市協定を結んでいる。これらの都市とは、交換学生や行政トップの相互訪問などの交流を行っている。フランス中部の町シャトールとの姉妹都市協定は1977年に発行した。姉妹都市協定35周年を記念して、2012年にシャトール市内のアンドル川に架か,かる最も古い橋が牛タースローバッシュと名付けられた。 学生は、ギュータースロー青年会議がその利益代表である。学生たちは、若者ための活動やイベントを計画するために、契約した代表者を委員会に送り込んでいる。ジュパの他にも、ギュータースローユンゲウニオン、ユーゾス、ユーリス、グリューネユーゲント、リンクスユーゲントゾリード、ストッジがある。ギュータースロー劇場本市の古い劇場、 パウルテーネ・ハレは2003年に安全上の理由から閉鎖された。この劇場閉鎖後、演劇上演は隣のシュタット・ハレ・ギュータースローで行われている。530席の新しいギュータースロー劇場は2008年の初めに建設が始まった。このオペラと演劇のための劇場は2010年3月13日に開館した。ギュータースローは2年にごとに、 ベルテルスマン財団のプロジェクトの一つである国際声楽コンクールのイエシュティンメンの最終集の会場となる国際的なキャスティングでオペラ分野における将来有望な若い才能がギュータースロー私立ホールで歌うのである重要なイベント会場として文化センターディベーベライがあるここでは特にロックポップ分野のイベントコンサートディスコパーティーが開催されるがこの他に キャバレー、演劇、朗読会も行われている。この施設には、青年センター、飲食店、映画館、ディスコも設備されている。ギュータースローは、ジャズ分野の国際レベルのイベント開催地でもある。長年続いているギュータースローの、ジャズコンサートシリーズには、マイルス・デイビスや、レイ・チャールズといった大物も出演した。ギムナジアル・ポザウネンコール・ギュータースロー1871年に、 福音主義修道会ギムナジウムに、ヨハネスクーローによって、ギムナジアルポザウネンコールギュータースローが創設された。この団体は創設当時から、学生だけで運営されており、教師の協力を仰いでいない。ESG のビッグバンドや合唱団もこの街の音楽生活に根を下ろしている。市議会事務総長のディーステールマヤー、工場主のツインカン、建築家のテッドマン、 弁護士のビスマンが結成した、弦楽市住相談が主導して1968年に設立されたギュータースローン軍音楽学校は、キルヒ通り18番地に本部を置き、経年日通り1番地の旧憩裁判所に入居している。軍全域を対象に約4000人を指導し、この地域の文化生活に貢献するために年間約150件のイベントを行っている。 音楽学校の公共楽団は、ギュータースローをフィルハーモニカーと称し、市や軍のみならず、外国にも演奏旅行に出かけている。1990年に創設されたベスト・ファーレン室内、フィルハーモニー・ギュータースローは、ノルト・ベスト・ファーレン州の指導的な地州にへのオーケストラの一つである。このオーケストラは、ドイツの著名なオーケストラの団員、フリーランスの音楽家。 有名音楽学校の学生などで構成されており、ドイツのオーケストラ文化の特殊性を体現している。この室内オーケストラのレパートリーには、ギュータースロー出身の作曲家、ハンス・ベルナー・ヘンツェの作品も含まれる。ギュータースロー市音楽協会は、ギュータースローの伝統的豊かな機関の一つである。その母体は1857年に創設された合唱団に遡る。 また、1946年に、福音主義教会の合唱団として設立され、長年にわたって、教会音楽指導者のヘルマン・クロイツや1992年からは、ジグムント・ボートマンの指導を受けたギュータースロー、バッハ合唱団は、市外でも有名で、合唱コンクールで、数多くの賞を受賞している。ギュータースロー私立博物館、ギュータースロー私立博物館は、 ギュータースロー郷土協会によって運営されている。内市街の中心に位置する、この博物館にはこの町の歴史に関する展示がなされている。特に工業史と医療史の二つの分野に関しては、市の枠組みを超えた展示がなされている。さらに、入れ替えでの特別展示も行われている。ミーレ博物館では、ギュータースローの家庭用品メーカーである。 ミーレ社の1899年から今日に至る歴史を見ることができる。いくつかのミーレ製品は社会的な出来事や技術開発といった文脈で考えることができる。洗濯機、食器洗い機、クリーム分離機、自転車やオートバイの他に第一次世界大戦前に製造され保存されていた自動車も展示されている。 1986年に創設されたこの博物館は2006年にドイツアイデアの国活動に参画した。ベストファーレン軽便鉄道蒸気機関車博物館は蒸気機関車軽便鉄道ミューレンシュトロートによって運営されている。ギュータースロート、イッセルホルストとのほぼ中間に位置し、下記には約1トルの周回コースで、 歴史的な蒸気機関車を運行している。その建物は一般的には古典的な意味での博物館としての認識は薄く、特に子供連れの家族にとってはサイクリングの目的地となっている。ここはカフェガーデンのある飲食店や自動広場がある。ミューレンシュトロートは5月から10月までの日曜、祝祭日に開館している。 教会ギュータースローの首都教会本市で最も古い教会建築であった福音主義の首都教会は1944年に斎藤を除いて破壊された。簡素でアーチ型の天井を置いただく長堂はベルマー・マルヒの設計に基づき1951年に新たに建設された。マルティン・ルター教会は1857年から1861年に クリスティアン・ハイデンによって建造された。この教会は斎藤を有するネオゴシック様式のハレン・キルヒエである。内部は会場の回廊で囲まれている。また、1659年製のシャンデリアがある。カトリックの教区教会聖パンクラキウス教会は大きなネオロマネスク様式のレンガ作りのバシリカで斎藤を有している。 この教会は1889年から1891年にパーダーボルンの教区建築監査官アルノルト・ギルデンプ・フェニングによって建設された。当時の遺構は現在も残されている。この他内部には1100年頃に作られたロマネスク様式の十字画像や14世紀後半、または15世紀の聖パンクラティウス像がある。四北部の福音教会は 本市で最も新しい文化財建築の一つである。この教会は6つのボールと区画で構成された平面図を持ち1960年に完成した。イッセルホルスト地区では集落の中心に位置するこの地区の福音主義教会が特筆に値する。この教会は1400年頃に作られたいわゆるイッセルホルストの祭壇の製造を所有している。市内にはこの他に ノルトホルンのクリスト系にヒ教会、パーベンシュテットの精霊教会、カッテンシュトロートのリープ・フラウエン教会、ズンデルーンのマテウス教会、ブランケンハーゲンの聖家族教会、シュペクサルトの聖ブルーダー・コンラート教会、イッセル・ホルストのマリア・ケーニニー会、アーンベン・ベッテのヘルツイーズ教会とクリストス教会、フリートリヒスドルフの聖フリードリヒ教会とヨハネス教会及び、 LWL クリニックの敷地内にあるシムルタネウス十字架教会がある。木組建築、フェールホーフハウス首都教会周辺の17世紀から18世紀の木組建築を含むキルヒリングベバウングはほぼ完全に保存されている。そのうちの主なものは以下の通りである。教会広場の他にもいくつか古い気分建築が残されている。1800年頃に建設され、 現在は私立博物館として利用されている経過通り7番地の建物もその一つである。1801年の名を持つ経に日通り7番地のディーレンハウスは道路側に張り出し部を有している。1649年建造のミュンスター通り9番地のベーバーハウスはかつては例外なく木組みのディーレンハウスで構成されていたこの通りの最後の遺構である。この建物は ケールホーフハウスと共に内市街地区に現存する、最も古い世俗建築の一つである。その他の建築マイヤーホーフ福音主義修道会、ギムナジウムギュータースロー氏の劇場は、最も近代的で建築の有識者の観点から、最も美しい現代の劇場建設の一つである。コンペティションに際して、イエルク・フリードリヒによってデザインされた、この劇場は2010年3月13日に、 オープンした。この劇場は歴史的な水道塔と1979年にオープンした私立ホールの隣に位置している。マイヤーホーフは全面を水堀で囲まれた農園施設でおそらくギュータースロー氏の出発点であった。1811年から1813年に建設されたこの住居は中央部に上層ハフを持つ2階建ての木組建築である。 福音主義修道会にムナジウムは屋根の上の小塔を有する4階建てのレンガ建築で1928年に建造された。三角形に突き出した付け柱で厳格に構成された。この建物はフリッツ・ヘーガーによってドイツ北部に建造された建物を強く思い起こさせる。シュリューター・シェビーラは平屋根を持つ皇室レンガ張りの新植物主義の建物で、 1927-28年に建築家、フリッツ・ビーマンによって建造された。フリードリヒ通りの牛ータースロー水道塔は1888年に供用開始された。かつての織物工場、グレーフェウント牛とは1874年に設立された。ボイラー室、機械室、反物倉庫、食婦ホールは創設時から残されている。 管理棟は1901年に付加された。これ以外の建物は1912年から1927年に建設された。現在ここには文化センター D ベーベライがある。旧区裁判所は1907年から1908年に建設されたネオルネッサンス様式の建築複合体である。本館は屋根の上の小塔を持ち、正面に張り出し部を備えている。 現在は音楽学校と警察署の建物になっている。ギュータースロー中核区以外の農村地区には農場の西館及び一連の付属建造物が完全に残されているものもある。シュペクサルトのルカス通りにあるシュペクサルト・バウエルンハウスはもともとは1370年に記録されているホーフス、マイヤーツーベレンズの主館であった。1993年から ベストファーレン文化財保護局の移行によりルカス通りに移築された。この木組建築は現在サークルやグループがイベントを開催するための公民館として利用されている。1591年の名を持つ木組建築である、かつての豊富アムテンブリンクは1800年以後の早い時期に建て直された。ブランケンハーゲンのマイアーイコールーイコールラスベーク15番地に、 位置するマイヤーホーフラスフェルトには1578年に建造されたナ屋がある。4分の1円形のフスバントを持つ、この3階建ての建物は1754年に北側に向かって増築された。1階部分は後世に大部分が作り直された。この建物は1975年に修復された。羊小屋は17世紀に建設された。古い土間は現在は、 宿店やその他のイベントに利用されている。この農場施設にはこの他に農産物の直売所や旅館がある。秋の植物園、牛ータースロー私立公園は、だるけ川沿い2908、9年に造成された。1912年に植物園が増設された。この私立公園と植物園は、ヨーロッパ定員さネットワークの オストベストファーレンリッペ庭園ルートの一部になっている。広さ38,505平方メートルの余裕施設、モーンス公園には子供のための水浴地、2007年に全面改装されたビリヤードゴルフ施設を持つミニゴルフ場、多くのスポーツ広場、クナイプ式水浴場、ローラーホッケー場がある。ローラーホッケー場は冬には水が張られてスケートリンクとして利用できる。 敷地内には早くも1949年から戦争の瓦礫から1100席の野外劇場が作られ、イベントシリーズ、ギュータースローの夏の会場となっている。LWL クリニックムギュータースローの公園は一般開放されている。この公園内には保護文化財に指定されている病院の建物や十字架協会、病院墓地などがある。またダマジカの飼育地やカモの池が、 敷地内にある。リーガー公園は、かつての造園業者リーガーの敷地にある緑地で、ダルケカーのプロムナードに直接つながっている。1998年から2002年まで、この公園は保守整備が行われた。牛ータースロー市の自然保護区。緑の線で囲まれたのが、自然保護区。北部が、アムリヒテバッハ。南部が、シュペクサルト自然保護区。東部が、 グローセビーゼである。ギュータースロー市内には3つの自然保護区が指定されており、自然域の2.66%を占める。アムリヒテバッハ、シュペクサルト自然保護区、グローセビーゼの3つである。グローセビーゼはフェルルの地域にかかる。この3つの自然保護区はいずれも湿地保護区である。ギュータースローの大きなイベントは3月後半のギュータースローの春で幕を開ける。 この祭りでは特に地元の造園業者がその力量を披露する。5月から6月はランゲナハトデアクンストで多くの博物館、ギャラリー、その他の施設が夜間まで開館している。精霊降臨祭には牛タースロー残る米広場でドイツの各生産地からのワインが供され、マルクト広場は教会の精霊降臨祭で賑わう。夏季期,期間中は ギュータースローの夏のモットーのもと、モーンス公園の野外劇場で数多くのコンサート、演劇、演芸が上演される。マニアは川を渡る自転車レースを楽しむ。このレースはノイエミューレ近くの池に渡された不安定な厚板の上を池に落ちることなくできるだけ早く渡るというものである。夏の終わりには選抜された地元飲食店によるダルケアウェン。 ハウテキュイジーヌを野外で楽しむ。1976年以降、夏には、ギュータースローインターナショナルが私立ホールやその周辺で、多彩な文化イベントを繰り広げる。民謡グループ、音楽グループがギュータースローの外国文化協会と、共同で多彩なプログラムを作り出している。8月は、演芸音楽家と、キャバレティスト週慣が開催され、ドライエッグ広場で芸を無料で披露している。 9月末に大規模なミハエリス協会祭を含むミハエリス習慣が始まる。これに加えて2年に1度ミハエリスパレードが行われ、多くのクラブやサークル、施設、学体が徒歩や出しで参加する。10月のギュータースローの真剣マルクトではベストファーレンのみでなく各地の珍しいものが売られている。このイベントのハイライトは馬車行列、または ギュータースローはフールマンを含むベストファーレンの都市のシンボル像をつけた季語ツレースである。一年の幕引きは伝統的なクリスマスマーケットでベルリナー広場、コルベ広場、アルテンキルヒ広場で開催されるその他の年中、行事には以下のものがあるギュータースローの多くの射撃協会が射撃の風習を守っている。それぞれの射撃祭は 過去から引き継がれたイベントとして長い伝統を踏まえて行われている。ギュータースロー射撃協会の最初の射撃祭は1832年に行われている。ギュースターロー周辺では復活祭には数多くのオスターフォイヤーが行われる。マルティンルター協会は伝統的なナハトザングゲロイツの発祥地であり、1790年頃から行われていたことがわかっている。 10月31日の宗教改革の日から2月2日のマリアの光の御様まで土曜の晩と祝日前日に牛ータースロー中に教会の鐘の音が響き渡る。11月の聖マルティノスの日および場合によってその前後の日に子供と幼稚園児によるマルティンの行列が行われる。子供たちは玄関前でチャイムを鳴らしマルティンリートを歌いお返しにお菓子などの 小さな贈り物もらう。こうした風習は近年徐々に復元されつつある。最大のマルティンの行列は11月11日に内市街で行われる交通協会のそれである。この協会は1980年代にセーミハイルの日のミヘール人間という古い風習を復元したミハイル習慣を試みわずかな成功を得た。この行事では子供たちが 定置ドイツ語のミヘールリートを玄関先で歌い、お菓子や果物をもらう。ギュータースロー特有の風習はギムナジアル・ポザウネンコールと結びついている。このブラスアンサンブルはアドベンツブラーゼンといって、アドベントの日曜日の朝3時30分から市内の様々な場所でクリスマスソングを演奏する。クリスマスのピークは聖夜のトゥルムブラーゼンで、 福音主義修道会議ムナジウムの消灯やバルコニーからクリスマスソングを演奏する。深夜から始まる15分だけのコンサートにもかかわらず学校の前には何千人もの聴衆が集まる。アドベンツ人間はもっと古くからの風習である。市内ほぼすべての地区でアドベントの日曜日に福音主義教会の歌い手たちが通りを練り歩き、おおむね街頭ごとに 伝統的なクリスマスソングを歌うのである。牛ータースローでは伝統的にベストファーレン料理が供されている。典型的な牛ータースローの冷製料理がベストファーレンのハムを敷いたプンペンニッケルである。小麦粉、ミルク、卵、レーズン、酵母のレシピで作られ、特別な日に大きな食パンの形で食べられていたパン生地で、現在はレストランで様々なバリエーションで、 提供されている。飲料では、隣町シュタインハーゲンのシュタンヘーガー、バコルダーシュナップス、マゲンビタシュレーダースボーネカンプ、ギュータースローアーブラウハウスで醸造されたビールなどがある。2006年現在ギュータースローには95のスポーツクラブがあり、延べ2万5000人が会員となっている。本市には24の運動場、39の体育館、および3つの屋外プール、 二つの屋内プールがある。サッカーハイデバルト・シュターディオンで公開練習中のポルトガル代表チーム1878年福音主義修道会ギムナジウムに現在のノルト・ベスト・ファーレン地域で最も古いサッカークラブが創設されたギムナジアル・シピール・フェライン・ギュータースローである。本市で最も有名なスポーツクラブが FC ・ギュータースロー2000でその男子第一チームは 2000年の新設以前、1996年から1999年まで、サッカーブンデスリーガ2部でプレーした。女子チームは2009、2010年のシーズン前に、設立され、FSV ギュータースロー2009として2012年から、女子サッカーブンデスリーガで活動している。FC ギュータースローの男子第一チームは、5番目のリーグである。 オーバーリーガベストファーレンにところ属している。SV シュペクサルト1950と SV アーヴェンベンウェッテ1925は7番目のリーグに当たるランデスリーがスタッフェル1でプレイしている。FSV ギュータースロー2009は2000年からギュータースロー室内マスタースを開催しており、さらに B、ジュニアチームのための室内トーナメントを開催している。2005年から ローカルラジオ局が、ラジオイコールギュータースロー坂きを開催しており、軍内の高位リーグ所属男子チームは、シーズンの前哨戦を戦う。このほかギュータースローでは1980年代半ばから、ジュニア最大のトーナメント戦の一つである、シュトレンゲバイが行われている。主催者は、ギュータースロー単位協会である。この単位協会は、ギュータースロー軍青年委員会と地元の、 放送業者及び労働保護団体が運営している。2005年以降、400人近い子供たちが、ギュータースローストリートサッカーイコールリーガに参加している。このリーグは、イースター休暇から夏休みまでと、夏休みから秋休みまでの年間にシーズン制である。市の歴史上、スポーツ関連のハイライトは、2006年、サッカーワールドカップ、ドイツ大会であった。 ハイデバルト・シュタ・リオンはワールドカップの公式練習場となった。ポルトガル代表チームが3回練習試合を行い、合わせて3万5000人の観客が訪れた。また、5000人の観客が市庁舎前、コンラート・アデナワー広場のパブリックビューイングに訪れた。ここには、オスト・ベスト・ファーレン・ディッペ地域で最大のスクリーンが設置されていた。ギュータースローは、 ワールドカップ練習場で重要なドイツ都市の一つとされ、FIFA ワールドカップツアー2006で優勝カップが展示された。自転車競技ギュータースローでは1930年代から1940年代にかけて自転車競技が大いに注目された。自転車クラブのシュタウプボルケシュペクサルトがそれで、このため1933年にオープンした。 ハイデバルトシュタリオンは自転車競技のスタジアムとするためにカーブ部分が上がった形に改造された。1950年代の初めにこのカーブ部分は観客席に改築された。陸上トラックのない純粋なサッカースタジアムであるにもかかわらずゴール裏がカーブした形状をしている。現在のアリーナの奇妙な構造はこのためである。現在ではギュータースローは 自転車競技が盛んな都市ではない。しかし自転車スポーツの RSV ギュータースロー1931があり、毎年ロードレースシティイコールナハトが開催され、何千人もの観客をこの街のない市街に引き寄せている。自転車スポーツはこの街のスポーツライフの格好たる要素となっている。水上自転車レースほど注目を集めるスポーツは少ない。これは ノイエミューレの池に厚いたおいて、これを自転車で渡るというレクリエーションスポーツで、1954年に第1回が行われた。2009年には2日間で約5000人の観客が訪れた。ゴルフクラブギュータースローその他のスポーツ体操を、市内のみならず、この地域で最大の体操クラブの一つが、1894年に設立されたトゥルンフェライン・イッセルホールストで、 2011年、現在約1150人の会員を要している。2008年5月21日から25日まで、ギュータースローは、第1回ラインベストファーレン体育祭の開催地となった。ハンドボール、常に成功を収めているハンドボールの盛んな地域であるオストベストファーレンリッペでは、ギュータースローは、さほど重要な役割を占めていない。本市で最も高いクラスのクラブは、 フェアバンツリーがでプレイする HSG ギュータースローである。ゴルフ、ギュータースローとリートベルクとの試作会を超えたリートベルクバーレンゼルにベストフェリシャーゴルフクラブギュータースローの18ホールのゴルフ場がある。このゴルフ場は建築家ベルンハルト・フォンディムブルガーが設計した。広さ60ヘクタール、バーペル川沿いのこの施設は、プジョーゴルフ・フアラーによりドイツの美しいゴルフ場、 ベスト20に選ばれた。このクラブには2006年現在900人以上の会員が登録されている。レスリング2006年現在、オストベストファーレンリッペにはレスリングを体験できる場所が6つあり、ギュータースローはその1つである。KSV ギュータースロー例には、ノルトベストファーレン州の伝統あるクラブの1つである。第1チームは3番目のクラスである、オーバーリーガで2010。 2011年シーズンを開始した。長距離走、ギュータースローでは、数多くの市民マラソン大会が開催されている。夜間レースのイッセルホールスター、ナハトもその一つである。この大会は1998年から毎年6月に、イッセルホルスト地区で開催されている。また、レーダの森を抜ける伝統豊かなジルベスターラウフも、これに含まれる。 1984年からは5月に、シュペクサルト地区で、シュペクサルダー・フォルクスラウフも行われている。さらに、LWL クリニック・ギュータースローの敷地内にある、公園を走る、大会、私立公園を走る、大会、期日のシュペクサルダー・フォルクスラウフ及び、カッテンシュトローター・ラウフが、ギュータースロー・アー・ラウフカップに含まれる。2012年からはダルケ・ラウフもギュータースロー、 ラウフカップに含まれることとなった。バレーボール、ギュータースロー RTB は、オーバーリーガに所属するギュータースローで、最高位のクラブである。バドミントン、トゥース・フリー・ドリヒスドルフは、ギュータースローのクラブで最も高いオーバーリーガで、プレーしている。CFB ・ギュータースローは1985年から1990年まで、国際ドイツ有限とマイスター社復ンの主催者であった。 野球、フェルル、ギュータースローヤークスは、ドイツ、野球及び、ソフトボール連盟のレギオナルリーガノルトベストに、所属している。ベルテルスマン本社、ミーレのギュータースロー本社工場ギュータースローは、まず何より二つの国際的企業ベルテルスマンと、ミーレの本社所在地として知られている。メディアコンツェルンのベルテルスマンは2015年現在、子会社を含め、ギュータースローで、 1> 約1万700人を雇用している。日用品メーカーミーレのギュータースロー本社工場では約5500人が働いている。両企業はギュータースロー周辺にも職場があり、オストベストファーレン・リッペチ方最大の雇用種である。ベルテルマンとミーレに次ぐ大企業がそれぞれ1500人が働くベルトクライスギュータースローとギュータースロー軍業政府で これに続くのが従業員数1200人のギュータースロー始業政府と2つの病院1000人を雇用する私立病院と800人が従事するザンクトエリーザベトイコールホスピタルである。この他に5000社以上の中小企業がギュータースローに登記されている。これら企業のほぼ全てが上述のギュータースローの2大国際企業と同様に家族経営の企業である。 地元企業地元企業には約4万6千人の職場があり、このうち37%が製造業である。ミーレやベスタフレックスのような金属加工業者の他にベルテルスマンも牛ータンースローに本社を置いている。また食品産業の企業もある。例えばメスタマヒャー、フリースランドカンピーナ、マルテンであり、クリスティーネンブルンネンの運営会社ゲールヒブンテも、 ギュータースローにある。これに対して、これら以外の分野の重要性は、かなり低い。以前、ギュータースローには、数多くの家具製造業者があった。2007年に、最後の有名メーカーフレトットが破産し、隣町のリートベルクに本社を移転した。かつては重要であった、この町の防石業の中で、ベルト製造業者ギュートボルフと作業服及び、救護服製造業者、 ニーメラーアーベルだけが活動している。ビーレフェルト・ギュータースロー国民銀行は、その本社をギュータースローに置いている。この銀行は、資産総額で、ノルト・ベスト・ファーレン州で3番目の国民銀行であり、約10万人の組合員を持つ、オスト・ベスト・ファーレン・リッペ地方最大の民間組織である。地方税2013年現在、 土地税 A の付加率は195%、土地税 B の付加率は381%、営業税の付加率は411%である。牛ータースローは重要な東西交通軸であるアウトバーン A2 5線、及びケルンミンデナー鉄道会社の本線沿いに一致している。これにより、本市はルール地方やハノーファー地域、さらにはベルリンと便利に結ばれている。 この交通の便が良いことが、かつても今もこの町の経済発展の決定的な要因となっている。道路牛ータースローの道路網は、全長約 575km で、このうち63%が、市街地の生活道路、16%が、農道、林道、産業道路、8%が群道及び州道である。残りの13%は、アウトバーン A2 号線。 連邦道 B61 号線及び市道である。ギュータースローはアウトバーン A2 号線にギュータースロー、インターチェンジを市内に有している。しかし、パーベンシュテット区とカッテンストロート市区にルール地方から来る場合は、レーダビー B デンブリック、ギュータースロー、南インターチェンジ経由の方が便利である。2010年の調査では、ギュータースローインターチェンジとその北東に位置する。 ビーレフェルトジャンクションとの間を24時間あたり平均64,200台の自動車及びオートバイが通行していた。駐車両率は21.2%であった。フリードリヒスドルフ市区は2012年からビーレフェルト前年牛タースローフリードリヒスドルフインターチェンジ経由でアウトバーン A33 号線にアクセスできるようになった。 このアウトバーンが完成するとギュータースローはオスナブリュック地域と効率よく結ばれることになる。ルール地方とブレーメン地域とを結びギュータースローからレーダービーデンブリュック及びビーレフェルト方面に通じる連邦道 B61 号線はこの町を4車線道路として通っており都市周回道路の機能を担っている。ギュータースロー市内の連邦道で最も交通量の多い区間である。 周回道路北部は通勤時間には1時間あたり3000台以上の車両が通行している。2010年の交通調査では最も通行量が多いのはブロックヘガー通りとマリエンフェルダー通りとの間で24時間に3万3000台が通行し、駐車料率は6.5%であった。ギュータースロー中央駅の RB69 の車両。 イッセルホルストアーベンベテ駅鉄道を及びバス、ギュータースロー中央駅は電化された鉄道ハム、民電本線の駅である。この路線はかつて、ケルン民電鉄道会社の本線の一部であった。この区間は、一見四伏線のように見えるが、実際の営業場は、並行して走る二つの伏線路線である。遠距離列車については、ギュータースロー中央駅では、 インターシティのケルン・ブッパートール・ハノーファー、マクデブルク・ライプツヒ線が2時間ごとに利用できる。日によっては、アイスの路線も利用できる。近郊列車は、ギュータースローとハムとの間を30分間隔で運行している。ビーレフェルトへは1時間に3本運行している。ギュータースロー中央駅には、RE6、ベストファーレンイコールエクスプレスデュッセルドルフ民電・民伝 RB67、 では、デアバーレンドルファー・ミュンスター・ビーレフェルト、RB69、エムスベルデバーン・ミュンスター・ハム・ビーレフェルトが停車する。中央駅のすぐ隣にトイトブルガー・バルト鉄道の、ギュータースロー北駅がある。この駅は、トイ・コール・エクスプレスの保存鉄道のために、時折利用されている。TWE は、単線の支線一辺ビューレン・レンゲリヒ・ギュータースロー、ヘーフェルホーフ線を貨物輸送に利用している。 主な顧客は、ハルゼ・ヴィンケルにある農業機械メーカーのクラース社である。この他に、シュペクサルトのコンテナターミナルもこの鉄道を利用している。このターミナルは1998年に開通し、TWE が運営している。ターミナルには、長さそれぞれ150メートルの引き込み線が3本あり、38トンまで運べるガントリークレーンが1台ある。市内にはこの他に、 アーベンベッテ地区に駅がある。この駅はエムスベルデバーンが主に利用している。市内はギュータースロー施設局の市バスモで放射状に結ばれている。さらに地方バスが近隣市町村を結んでいる。すべての路線の乗り換え地点が中央駅の向かいに位置する乗り合いバス中央ターミナルである。公共旅客交通には地域のゼクサー料金及び NRW 料金が適用される。自転車、遊歩道をほぼ平らな地形であるためギュータースローでは自転車の利用率が高い。ギュータースローはフランスのブローニュシュルメールからロシアのサンクトペテルブルクに至るヨーロッパ自転車道 R1 号線沿いに位置している。ウェルネス自転車道は地域の西側に接している。ヘーフェルホーフ近郊のエムス川の源流からエムデンの 加工までを結ぶエムス自転車道やゾーストから、ハーメルンに至るバーンラートルートヘルベークベーザーも、ギュータースロー市内を通っている。歩行者専用区域の中心となるベルディナー広場バイク、アンドライドを促進するために、中央駅前に2箇所屋根のない駐輪場が設けられており、固定客のために24時間営業している。市内で最も有名な遊歩道、自転車道は、 ダルケプロムナードである。この遊歩道は、市の東部のシュペクサルダー通りから、ダルケカーの川口近く、ノイエミューレが面するヘルツェブロッカー通りまで結んでいる。ギュータースローには1972年の秋から、歩行者専用区域がある。現在その総距離は850メートルである。歩行者専用区域は、以前駐車場であった、コルベ広場を組み入れて、2000年に、 現在の形に完成した。ギュータースロー空港航空ギュータースローには市議会議員によって1930年代に市民空港として発案された空港がある。しかしこの空港はほとんど軍事目的で使用された。2016年までイギリス陸軍が利用していたが11月に引き渡される。最寄りの交通用空港は ギュータースローから4 5トル離れたパーダーボルン、リップシュタット空港である。ギュータースロー軍は3市の日韓市が観光されているドイツでも数少ない軍の一つである。これは本軍がいくつかの地理上の区域の境界に位置しているためである。ギュータースロー市で観光されている日韓市はノイエベストフェリシェ、ディーグロッケ、ベストファーレンブラッドである。 毎月4市の無料タウン市が家庭のポストや商店で配布され入手できる。1976年からフレッドマン出版の GT インフォ、1996年からギュートゼルが刊行されている。さらに2008年から GTEXTRA が加わり、2014年12月から新たにカールが発刊された。この他に宿別の観光物としてボネビー。 デア・カッテン・ボーテ及びデア・イッセル・ホールスターがある。さらに飲食業者が観光するギュータースローゲート・アウスやギュートゼル・ガストロガイドがあり、これ以外に特定の分野に特化したギュートゼル・ガルテンガイド、ギュートゼル・ゲズント・ハイツガイドもある。地方放送局のラジオギュータースローは日中6時間以上ギュータースロー群のニュースやルポルタージュを含む独自の番組を以上制作しており、 この他に、ラジオ NRW の番組も放送している。市内の送信書は、超短波 95.9MHz で放送を行っている。ローカル TV 放送局のギュータースロー TV もニュース、文化、スポーツを放送している。ギュータースローには、ビーレフェルト専門大学のキャンパスがあり、ベルテルスマン本社内に、ホーム単科大学の学習センターがある。また、市は、 基礎家庭学校17校、本家庭学校2校、実家学校3校、ギムナジウム2校、養護学校3校、総合学校2校を運営しており、この他に軍が運営する養護学校3校と、職業補修専門学校2校、民営の自由バルドルフ学園1校がある。職業補修専門学校のうちの1校が、ベルテルスマン本社内にあるベルテルスマン。 職業補修専門学校である。この学校は、ラインハルトモー,オーンが1962年に、私立ベルテルスマン出版職業補修専門学校として設立した企業学校であった。この学校は、ギュータースロー内市街にある軍立のラインハルトモーン職業補修専門学校と、混同しないように、ベルテルスマン出版の名前を冠している。イギリス軍所属者の指定は、 ブランケンハーゲンプライマリースクールのほか、旧通信弊社の敷地内にある、ヘーグスクールや、キングススクールで学んでいる。ギュータースロー市立図書館、ギュータースロー軍役場本市は、約13万8000点のメディアを所蔵する、市立図書館を1984年から、市の中心部で運営している。このギュータースロー市立図書館は、市とベルテルスマン財団が共同で運営する。 有限会社の携帯を取っている。1979年に建設されたギュータースロー私立ホールには1000席の大ホールと395席の小ホールがある。1997年1月に29ヶ月間の後期を経てパーベンシュテット地区に新しい軍役場が完成した。これに伴い7つの役所と軍長がこの新庁舎に移転し、 それまで賃貸で入居していた、レーダ・ビー・レンブルック、ハレ、ギュータースローの執務スペースは放棄された。軍役場のすぐ隣には、軍警察署がある。この警察署もギュータースロー内市街の古い建物から、新しい建物に移転したのである。内市街にある、ギュータースロー区裁判所は、ギュータースロー、ハルゼー・ビンケル、フェルルを管轄している。 2000年代初めからギュータースローには税務署がある。この税務署はビーデンブリック税務署とビーレーフェルトアウセンシタと税務署から担当納税者を引き継ぎギュータースロー氏を含む軍北部全域を管轄している。水泳プールレジャー、屋外プール、ディーベレ、ハレンバート、ノルトバートを合わせて2つの屋内プールと2つの屋外プールを市民は利用できる。 この他に、私立公園前のバルクバート、屋外空気浴療法施設バーペルバートがある。ディーベレは、スポーツレジャー施設である。運営は、屋内プールや、ノルトバートと同じ牛タンスローシ施設局のプール、運営部門である。2013年には44万5千人がベレを、訪れた。ディーベレは1992年に、ズンデルン地区に建設され、2007、 8年に400万ユーロを費やして改造が行われた。名前の由来は波立つプールである。この他に自動用プール、長さ85メートルのウォータースライダー、流れる水路があるアドベンチャー水槽、ホイールプール、食堂がある。外部施設は5月から9月まで営業している。スポーツプールは長さ25メートル、深さ1.80メートルである。このプールは ギュータースロー水泳協会がトレーニングプールとして利用している。敷地内には800平方メートルの大水槽、休憩室、多くのサウナ室を備えたイェルベイコールサウナがある。飲食施設としては食堂とベーカリーがあり、パンとピッツァが焼かれている。1927年、28年に建設されたパルクバートはベレの完成後閉鎖された。 その後保護文化財に指定され、空気浴療法施設として新たにオープンし、それ以降失業者自助会によって運営されている。LWL クリニークムギュータースロー、病院本市には、クリニークムギュータースロー、カトリックの聖エリーザベト病院、LWL クリニークムギュータースローの3つの病院がある。本市における防火と救命は、ギュータースロー消防団が担っている。この消防団は、 プロの職業消防団と時系消防団のボランティアによる5つの消防隊で構成されている。職業消防団の常設の消防署、救護所から市内全域に出動している。また、各消防隊は、配下の地区のボランティア消防隊に出動を要請できる。アーベン・ベッテ、フリードリヒスドルフ、イッセル・ホールスト、シュペクサルトには、地域再編までは独立した。 消防団であったボランティア消防隊が存在している。中核市区には牛タースロー消防団のボランティア隊が存在しているが通常出動要請はなされない。消火祭などは内市街地区の職業消防団が消火にあたる。年間出動回数は約120から150回程度である。この他に市内にはミーレとモンメディアの2つの事業所消防団。 プロの消防団プフライレラー、イギリス軍の防火救急サービスがある。これらの消防団は必要に応じて市内に出動し、ギュータースローの防火、防災に寄与している。これら消防団に加えて、マルタ騎士団救助サービスがギュータースロー市の救助活動に参加している。毎日7時から23時まで救急車の地域グループが待機しており、 平日の8時から16時までは患者搬送者と1 0 0人の救護隊が出動可能である。フェルル市とギュータースロー市との間では、フェルルの10連敗で地区及びフェルル西工業地域の緊急事態にはギュータースロー消防団とフェルル消防団が共同で対応するという内容の公的、法的な共同契約が締結されている。消防署の所在地が近いため、これらの地域には、 スペクセルと消防隊の方が、フェルルの消防団よりも早く到着することができるためである。市内に3つあるアラム人の教会の一つ、聖シュテファヌス教会ギュータースローのアラム人、ギュータースローには約1万人のアラム人が住んでおり、ドイツにおけるアラム人の中心地となっている。このため彼らは重要な経済的ファクターとなっている。 2007年初めの時点でギュータースローの企業約100社がアラム人を雇っている。アラム人向けインターネットテレビ、スリョヨサットはギュータースローにドイツスタジオ構えている。また、アラム人の3つのサッカークラブがローカルリーグでプレーしているトゥル・アブディン・ギュータースロー、アラメア・ギュータースロー、ASC ・スリョイエ・ギュータースローである。アッシリア統一中央連合ドイツ、欧州部門は 連邦事務所をギュータースロー内市外で運営している。ここでは、アッシリア人のドイツへの移住や、社会契約に関する常設展示がなされ、こうしたテーマの活動がなされている。同じ建物には、アッシリア中央ヨーロッパ聖人同盟の本部もある。ギュータースローのニックネーム、地元メディアは、ギュータースローの同義語としてしばしば、ダルケシュタットという名称を用いている。 カトリックの信仰が浸透している周辺市町村では特に老人たちがナザレあるいはカインナザレと呼ぶこともある。イエス・キリストの故郷と比較するこの呼び名は19世紀半ば経験で勤勉な名声がプロテスタント住民は面白みに欠けるというイメージを与えたことに由来する。この町の定置ドイツ語での名称はガトセルでローカルメディアでは 実際に使われることもある。ギュータースローの若者たちは、日常語ではこの街を G タウンと呼ぶ。これはナンバープレートの略語が GT であることから、カイザースラウテルンの K タウンに習ったものである。ドイツ語のシュタットではなく、英語のタウンなのは、略語の T を生かすだけではなく、イギリス軍が中流しているためでもある。また、ふざけてベルテルスタウンや、 デュラローという呼び名も使われる。ギュータースローアー・フールマン。本詞の象徴的な像が、ギュータースローアー・フールマンである。これは、タイになるビーレフェルトのライネウェーバーとは異なり、比較的新しい。1983年にハンス・ディーター・ムッシュによって、都市マーケティングの目的で考案されたもので、ギュータースローの運送業の伝統を表している。 鉄道ケルン民伝線の開通前も開通後も、地元の運送業者がこの地域の貨物輸送を担っており、そればかりかメッセンジャーやニュースの伝達といった役割も負っていた。この像は、ゲルハルト・ウルリヒが制作したままで存在しているのでは、なく、市祭りや、その他の公的、私的な祝典で様々な衣装をつけた、牛ータースロー住民を演じている。 最初は1983年4月22日のパルクホテル開館式典であった。ハム、ビール、蜂蜜、ソーセージ、プラリーヌといった様々な食べ物やクリームがフールマンのロゴマークをつけて販売されている。ギュータースローと水運、ギュータースロー市は最寄りの海岸から遠く離れているにもかかわらず多くの航路で結ばれている。このには1906年から 海運協会がある。現在のアドルフ・ベルムポール海運友好会である。名前のアドルフ・ベルムポールは、ギュータースロー生まれのドイツ海難救助協会の共同創設者の一人である。彼は、ギュータースローに3つのシャンティが商談を設立し、ハンブルク出身者との連帯組織、シュタムティッシュハンブルガー・ユングス1993を創設した。これもやはり、 海のギュータースローを示す行為である。音楽におけるギュータースロー、最後のカウボーイはギュータースローから来たはトミーバイヤーのカントリー風のポピュラーソングである。曲に対して表面的にギュータースローの音を当てはめただけであった。この街は韻律と響きの良い名前というだけでこの曲の栄誉に良くした。それでもこの曲はハイデバルトシュタディオンで FC ギュータースロー2000の ファンによって、しばしば演奏され、相手ファンの行動を牽制する役目を担っている。バンド、フュリー・イン・ザ・スローター・ハウスも2006年7月28日に、リリースした、ホームシックというタイトルの曲でダルケ・シュタットを歌っている。偶然にもこの曲もカントリー風の曲調で、最後のカウボーイと同様に、陰律がギータースローを選ぶ上で重要な役割を演じた。隕石の落下。 1851年に、ギュータースローカッテンストロートのシャウプラッツに隕石が落下した。1851年4月17日、普通コンドライトのタイプ H3、H4 と呼ばれる、重さ約1キログラムの隕石が火星と木星との間にある、小惑星帯からギュータースロー市内に落下したのである。当時この事件を研究したのは、フリードリヒビルヘルムシュトールマンであった。 隕石の大部分は現在ベルリンのフンボルト大学自然博物館で見ることができる。111グラムと74グラムの別のかけらはロンドンの自然史博物館とウィーン自然史博物館に収蔵されている。1852年に別の小さな断片も発見されている。HVP、ギュータスローの住民が待ち合わせなどで HVP といえば、それは ギュータースロー内市街中央の広場、すなわちベルリナー広場のことである。この略号は、ハーティ・ボープラッツの頭文字を取ったものである。何年も前から、カールシュタットの看板を掲げている、ギュータースロー唯一の百貨店であるにもかかわらず、どことなく、軽蔑的なこの呼び名が、現在も通用している。世界記録。 アイスの先駆けとなったインターシティエクスペリメンタルは1985年11月26日11時29分に牛ータースローハム間の路線で時速 317km の参照、交流鉄道車両の速度世界記録を出した。この古編成による記録走行は先行する高速列車と同様に万全の安全対策を施して行われた。 特にすべての駅と協力は監視されていた。ギュータースローの名を冠した、ルフトハンザ機列車、飛行機の協力関係、2004年7月14日から、ドイツ鉄道のアイス1の編成番号158は、公式にギュータースローの紋章を掲げている。このほかルフトハンザのエアバス A321 から 231D エースと協力関係を結んでおり、 ギュータースローの名称が付けられている。ギュータースローの超自然伝説、ゲルケン・ギンケンという名の魔女が伝説に名を残している。この魔女は、ズンデルンに住んで魔力を使い、ヘクセンタンツ・プラッツに飛んでいくことができた。彼女は、不運な恋人を亡くした悲しみから、長らく夜中になると幽霊として現れた。三十年戦争の時代、ケーカー通りとキルヒ通りとの間に不思議な木があり、 当時この付近はグリューナーバウムと呼ばれていた。枯れた木の周りに不思議な新しい花が咲いて戦争の終わりを予言すると言われていた。ハンス・ウェルナー・ヘンツェこれらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。